よかった。目が覚めたみたいね。急に目の前で倒れるんだもの。びっくりさせないでよね。あなたって気持ち悪い言い方ね。自分が孫悟空だってことはわかるのよね。あんたに決まってるじゃない。っていうか何なのよその変な口調は。鏡で自分の顔を見てみなさい。かつてない臨場感の超ハイエンドアニメ表現と爽快感抜群の超高速バトルが実現する。これが新約ドラゴンボールバトル。オラもワクワクしてきたぞ。せいで楽しませてくれよ。挑戦士たちの 3-on-3 チームバトル。キャラクター同士の相性を見極め自由自在なチーム編成で戦いに挑め。ドラゴンボールらしさを追求した個性的な技の数々とバトルシステム。相手の気弾を弾きながら突進するスーパーダッシュや一瞬で相手の裏側に回り込み攻撃するバニッシュムーブ。ドラゴンダッシュからの武空術コンボは爽快感抜群。バトル中に一度だけ使えるスパーキングやド派手なメテオ超必殺技で一気に形勢逆転を狙え。世界中のプレイヤーが集結するファイターズロビー。インターネットに接続すればお気に入りのロビーキャラと Z スタンプで交流を楽しんだり、舞台マッチをはじめとした白熱のオンライン対戦を楽しむことができる。さらにさまざまな対戦動画を観戦できるリプレイチャンネルも搭載。世界中のプレイヤーと一緒に盛り上がろう。悟空たちに迫る新たな危機。主人公は悟空と君自身だ。ある日突如出現したクローン軍団。時を同じくして挑戦士たちが意識不明となる事件が相次いで発生。主人公であるプレイヤーは挑戦士たちの精神とリンクし、全3編からなる物語の核心へと迫っていくことになる。挑戦士たちとの絆、リンクレベルを深めながらマップを攻略。仲間を増やすもよし、強いスキルを求めるもよし、どう進めるかは君次第。あなたたちはどんな味がするのかしら。鍵を握るのは謎の科学者人造人間21号と復活した16号。彼らの目的は一体。このバカでけえ気は孫悟空にリンクしているもの。手加減する気などない。戦士の気を。もう申し訳ございません。ブルマ大丈夫か。あいつ人間じゃなかったんか。頼んだよ21号を止めてくるんだ。たっぷり返してあげますよ。ゴクー。そのパワーも断末魔の悲鳴も全部スパイスになるんだから。あーねあーねあー。ドラゴンボールファイターズ2018年2月1日発売。豪華三大特典を手に入れろ。バンダイナムコ